日本に古くから伝わる民話、美しくも悲しい鶴の物語です。くれた恩返し、羽を千本引き抜いて追い上げましょう。あなた、あなた、つはあなたも女房に。雪の降る寒い夜、あなたは私の胸に食い込んだ矢を抜いて命を助けてくれました。その恩返しにあなたのところにお嫁に来たので、そしてあなたに喜んでもらおうと思って一生懸命布を織りました。貧乏でも構いません、私はあなたのそばにいたいので、お願いで私から離れないで、どこへも行かないでください。切なくて切なくて力尽きても死のう心を込めて織りました。違う世界覗かないでと言ったのに、あなたは覗きましたね。なぜ見たのです。私は以前傷ついたところを助けていただいた鶴です。その恩に報いるために命をかけて心を込めて布を織りました。でも私の本当の姿を見られてはもうここに住むことはできないのです。許してください。私は鶴に戻ります。夢でした、夢でした、どうぞ旗よ覗かずに、その約束は
昔に